眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生を招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いやー、でもね、今日私ね、ちょっとどうかしてるんですよ、今日。今日ダメなのね、なんか、体調が悪いっていうんですかね、なんかね、気が違うっていうかね、世の中のこのなんていうのかな、変わってきたなーってのはすごい思うんですよ、最近。人々も変わってきたし、で私ね、不思議なのは、それを感じてる人があんまりいないから、その話したところでね、何言ってんの堀田さんってなるわけ。いやいや、だから私から言わせてみると、いや、何言ってるのって言ってる人が不思議でしょうがない。そうなんだ。そうそう。いや、だからあなたも変わったよって、今までと。その違い分かんないっていう。私も変わってるんですか。いや、山崎さんもね、ずっと一緒にいるからね、何歳、中学校からずっといるからね、変わったところ、むしろ逆に山崎さん自身と同じように、あんまり変化は分かんないんですけど、いや、だから世の中のこの変化に対して山崎さんはもしお気づきにならないっていうんであれば、違うんだな。いやいや、だから、逆の見方ありますよ。そんなこと言ったら、あなたが変わってるだけよ。あなたがちょっとなんか鬱っぽいんじゃないのって、大体言われちゃう。こんなこと言ったらね。ただね、実はね、山崎さん、実はすいません、皆さんにね、内緒にしてたことが一つだけあります。今回、500回ね、もうさせていただいて、ずっと隠してたことがあるんですけど。私ね、実はね、安眠研究家でありながら、占い師なんですよ。なんでそういう嘘つくんですか。なんで嘘つく。嘘じゃないんですよ。どういうこと。占い師だったんです。ただやっぱ隠せざるを得なかったんですよ。隠さざるを得なかった。今まで。どうしても。そうなんだ。私にも隠してたところですもんね。すみません。占い師って言ったら、だってあれでしょ？いやー、近くに占い師がいたって言ったら、もうみんな楽するじゃない。楽しちゃうから。だからみんな楽しするのは危険だなと思って。俺も占ってくれるな。そう、占ってくれるな。しかも、占ってくれって言ったって、私なんか、あれですよ。結構占いで実は稼いでるんですけど。山崎さん、友達なのになんで俺から取るんだって話になるでしょ？だけどね、いや、友達だとしてもね、頼めないことはあるの。それはね、そうね、ちょっと確認なんだけど、はい。デパートの、デパートの、はい。レストラン街とかの一角にある占いコーナーとかね、1時間5000円とか見てるってことですか。ちょっとスケールがちっちゃいけど、まあそういう感じですかね。スケールがちっちゃい、どっちがちっちゃいですか。いやいやいや、デパートの方がちっちゃい。いや、まあそれははっきりは言えない。いや、それぐらい教えて。ただやっぱ、やっぱりね、そうなの、私のね、占い方法は結構手間がかかってて、友達だからといって、お金を取りませんってわけにはいかないんですよ。だけど、そんなのさ、占い、たかがね、普通の人から見ればたかが占いじゃないですか。ね。で、そんな占いなんか、そんな当たるも発見、当たるのも発見みたいなところがあって、山崎さんからさ、友達のよしみでそんなお金取るってどういうことよって多分言われて、性格悪いって言われちゃうから、だから言わなかった。どういうふうになるか。どういうふうになるか、先を読めんのもまたこれ占い師の差がってところです。いやいや、でも、そうなんですか。でも私、友達が占い師だったらちゃんとお金払って見てもらいますよ。本当？本当ですよ。いや、私だから結構、まあちょっと言えないですけどね。結構有名、皆さんも知ってる人たち。はい。知ってる政治家。ほう。有名人。ほう。あとは占い師。もうみんなの来て、みんなが来てね。占い師まで先生の来て。そうですよ。すごい。そう。全然信じてないよ。そう。信じてないとか。まあいや、いや、信じなくていい、信じなくていい。で、私はだからそういうのにちょっとね、昨今のその、この世界情勢や、この今起きてるこの天変地異、またこれから起こるであろうと言われている事柄、もうそれぞれもういろんなことをなんか見えちゃってね、
ここに来て急激に来たね。なんかね、そういうのもね。うん、で今までそれをね、隠してたのね、あの、なんでかっていうとね、まあ、山崎さんという友達に隠してたのはさっきの理由なんだけど、皆さんにお伝えしなかったのは、うん、私が占ったその結果が、うん、今世の中 SNS やインターネット、うん、YouTube で騒がれているようなこういう風なものが起こるであろうと言われていることと全く正反対のことなんですよ、私が占った結果が。へえ、そうなんだ。だから私散々言ってるじゃないですか、2025年、うん、隕石の話だったり、うん、地殻変動、ポールシフト、太陽フレア、うん、まあ太陽フレア、あのね、ついこの間もさせていただいたけど、うん、だけど私が占った結果だとどうしてもそれ出てこないんですよ、それ、うん、違うのが出てくる。へ、うん、そういうことじゃないんですよ。へ、だから私この言ってることとやってること違うじゃないかって言われちゃうから、うん、いや私ちょっと占いのねその結果はちょっとビネちゃんさんにお伝えしにくいなと思ったんですけど、うん、まあでもねちょっとね、あまりにも危険すぎるんで今回出た結果が、これをね皆さんに伝えるべざるを得ないかの、伝わざるを得ないかの、最近それ流行ってますね。あ、そうなんだ。と思って、そうか。いや、両、これを隠したままだと両親がいた。そうなんですよ。じゃあ気になりますねそれ。じゃあちょっとお伝えしてきます。うん、あの昨日。私 の、 その占った結果、はい、うん、まずですね、いやもうすでに起きてますよ、もう本当にね、ただね、皆さんね、皆さんが思ってるような、うん、心配するようなことは一切起こりません、はっきり言います、これそれはね大丈夫、うん、で、あのね、これから6月からスタートしますね、うん、こういうのね、もう一気にね、気温上昇しますね。はい。ちょっと待って、どういうこと？それ占い？もしかして。あ、いやいや。の結果？いや、そうです。で、気温上昇するって言ってんの、6月から。全員知ってるから、それ。いや、それ夏だからね、上昇するけど、はい、今までのね、上がり方と違うんですよ。いや、特に、うん、あのね、気温が上がるっていうよりも、うん、湿度かな。いや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 、それもです。いや、ちゃ、いや、ほんとね、笑ってるけど、今までの湿度と半端ないよ。今まで、あれ、湿度が今回、湿度高いなんて時あるでしょ、はいはいはい、で、湿度が高くなるとどうなるかわかる、うん、あんまりね、日本人が体験してないと思う。いや、結露を起こすぐらいなんじゃないですか、まあ、もちろん、結露はもちろん、結露はもちろん、はい、もう結露どころじゃないですよ。うん、もう、すごいことになります。そうなの？それでもうね、まずね、うんうん、あの、呼吸困難になる人もいるかもしれない。で、意外とね、それ気づかないんですよ。湿度が上がりすぎると、うんうん、湿度計を見ない限り、うん、あ、これ湿度が高いなっていうのはみんなわかんないで、うんうん、だんだん呼吸困難になっていく。で、結構それによって、うん、あの、死者も増えるかなっていう。え、マジで？今年は気をつけた方がいいですよ。そうなの？うん、そういうのが出てます。へぇー。うん、そうなんですね。そうです、そうです。それで、まあ、それからね、うん、まあ、それはね、うんうん、体調とかそういうの気をつけてください、レベルの話なんですけど、はい、 はい、 はい、はい、はい、こっからが一番私心配してるんです。はい、はい。うん。あのね、うん、11月ぐらいからそこがはっきりしてくるかな。うん、うん、まずね、うんうんうん、まあ、秋は来ない。冬にな、冬にはならない。どういうことですか？もう暑いまま。これからの時代。10月とかでしょ？ 10 月、あ、いやいや、だから11月ぐらいに、あれっつって。いや、要は、9月、10月になったら、なんか今年の夏残暑厳しいわね、長いわね、なんて言ってんの。で、11月、4月になると、あれ？もう11月よ、おかしいなってこうなるんですよ。いや、先生、だって今日、うん、それ、まず、そうだけど、はいはい、去年と同じでしょ、それだって、それ。去年もそうだったじゃないですか。11月なのに30度超えてるよ。で、ね。でしょ？で、12月になって、うんうん、え、これ何この暑さ？これまだ12月だよなって言ってたの覚えてるでしょ？うん、あ、そうですね。今年は違う。もうさらに、うわ、今年も12月なのにって言って。ほいで、あれですよ。ずーっと、うんうん、
大晦日になっても、うん、T シャツでお坊さんが金ついてるから今年は違う除夜の鐘を T シャツでちょっと待って、いくらまあ分かった100歩譲って、うんうん、まあ暑かったとしましょう、でお坊さんが T シャツで除夜の鐘打つことはないでしょう、今朝とか着るでしょ多分、さすがに、うん、ちょっとまあちょっと言い過ぎちゃったいやいやいや、ちょっと言い過ぎ、いやでもまんざらあれだな、うん、まんざらでもない、お坊さんもまんざらでもないうん、あ、そうなんだ。いや、ほんとほんとほんと。でも、これで、うん、私はもう1月まで暑いと思います。ほんと？そうです。はっきり言います。それね、ほんとにね、いや、だから私はほんと疑ったの。自分の出てるカードを見てね。うん、カード？あ、いや、自分の占いの結果を。そもそも何占いなんですか？え？何占いなんですか？私？はい。まあ、まあ、そういう、そういうのあるんですよ。私はね、どちかトランプ系かな、トランプ系トランプ占いです。トランプ占い何それ、タロット占いでもないの？ああ、タロットとかは私はやらない。私の師匠がね、そのトランプ占いの師匠なんです。トランプ占い、いや、本当いや、トランプで占いだよ、ね。だから今日だから YouTube だったんで、はい、昨日、昨夜ね、ちょっとトランプ占いで出した結果をちょっとお伝えしてるんですよ。うん、もうめちゃくちゃだよ、トランプ。本当ですよ。聞いたことないですよ、トランプ占い。いや、本当、うん。でも、私一番懸念してるのは気温のことや、うん、1月になってもまだ暑いとか、そんな話じゃないです。年間通して夏が続いてくるよ。でもそれは皆さんの致命的な危機ではない、うん、私が一番懸念しているのは、うん、世界にある氷河が一気に溶け始めます、それによって海の水位が上がります、うん、ぐっと上がります、で海域が広がります、うん、そして日本っていうのは海に囲まれた島国でしょ、うん、住める場所が一気に狭くなります、これです私。いやもう大丈夫、これ本当いつも聞いてる人はまた変なこと言ってるようで死にますけど、初めて聞いた人とか信じはしないと思うけど、まあね、何この人嘘ばっかりついてるんだって思われます。嘘とかじゃない、占いですから。占いね、うん、占いです、まあそこはね、うん、あのしかもトランプ占いねどうやって占うか知らないけど、あの、ね、さあ、ね、占いバカにしちゃダメだよ、トランプって言いたくなかったんだから、そのバカにするから。トランプ占いってあれだよ、みんなが思ってるトランプ占いと違いますよ。みんなが思ってるってみんなが思ってるのあれでしょ、子供小学生がトランプ占いとかってやる、うん、あれでしょ、あんなんじゃないから。あれは遊び。はいはいはい。私はちゃんとしたトランプ占いがあるんですよ。あるんだ。うん、あるんです。ちょやってほしいな、それ。いやいや、トランプ今日持ってきたんやから。いや、私、ありますよ、家にいる。いやいや、いいです、いいです、いいです。いやいやいや、いいんですよ、まあ。そうなんだ。うん、そうなんですよ。やってほしいけど、うん。うん。まあ、ちょっとね、特殊なやり方で。そうなんだ。うん。はい。13分も経っちゃった。で、このやりとりに。あのね、本当にね、皆さんがちょっとこれからで、ね、まず備えてもらいたいなっていう。はい何もういくつかあります。そうです。水位が上がることによって。そうですか。あのね、うん、本当に今の時代ね、いろんなことが重なってますね。うん、で、やっぱりね、うん、今、海のお話させていただいたけど、はい、これ不思議なの。そこは確かに皆さん、うん、世界の名だたる預言者がお伝えしているように、うん、ちょうど2025年重なってくるんですよ、うん、でやっぱりね海これはね、うん、何が起きるかっていうと、うん、今言ったように、うん、海域が増えていくでしょ、うん、でそうすると、うん、地殻っていうのは水圧によって押されて地殻変動を起こすんですよ、うん、海の量が増えると水圧で地殻変動を起こして、うん、うん、世界的なレベルっていろんなことが起きます。もちろん地震にもつながってきます。はい、うん。そうなんだ。はい。今日はだから私はね、どちらかというと安眠研究家の堀田、いつもの堀田と違います。どちらかっていうと、占いの占い。そうなんだ。はい。ちなみに私のことを占ってもらったりはできるんですか、今。できますよ。お、それ、はい、じゃあ、ちょ、せっかくだから。ああ、ちょっと。私の、今年の、なんか、
運命みたいな、ちょっと運勢やりますか。お願いします。やりますか。お願いします。あ、じゃあせっかくこれちょっと用意していただいたこのトランプね。斬新だな、トランプ。あ、いや斬新っていうかね、うん、うんうん、これいいですか。はい、これ、あ、あ、いえ、これ、これだったらできますね。あのね、時々、あの、できない。切るの下手すぎる。いやいやいや、切るの下手すぎる。もう、どう、もう、占い師なんでしょ。トランプの扱い下手すぎるでしょ。もう落ちたまんまになってんじゃないですか。落ちた。もう、手元に半分も残ってないじゃないですか、先生。好きだろ。一枚取るんですか。うん、どれも好きなの。わかりました。あ、いやいや、あの、マジシャンじゃないんで見せてください。あ、はい、うん、はい、あ、やっぱりね、これでしょ。ああ。7のクローバーです。やっぱりね、そうなんですよ。あのね、今ここに、うん、あの、落ちちゃったんじゃないんですよ。わざとあえて。これね、うん、あえてこれ落ちた時にバッとこうやって、一枚だけ表へ、うん。いや、まあ、3枚、4枚ありますよ、表になってるやつ。もっとあるに出てるやつの中で、うん、1枚だけクローバーがあるでしょ。2枚あるけどね。3枚あるけど。ね。ね。あ、これ山崎さん、あれだな。うん、今日あれ、はい、ちょっとお腹の具合悪くなかったですか。ちょっとだけ。やっぱり今日の、しかも結果ですか。いやいや、でもそんなお腹悪くないですよ、別に今日。普通ですね。なんかね、左側がちょっとおかしいよ。あのね、あんまり脂っこいもの食べない方がいいですね。うん、あ、いや、今日食べれない方がいいってことですよね。な、食べてもいいですけど、胃薬飲んだりとかいいですね。せいろがんとか。そう。せいろがん、そうなんだ。うん、ムコスタとか飲んどいた方がいいですね。ああ。うん、まあそんなことよりも、はいはいはい、そんな個人的なことよりもね、はいはいはい、もう私が懸念するのは、うん、2025年に向かって、うん、まず我々が一番懸念すべきこと、そして何が起こるか、うん、これはね、あの、いろんな要因で起きるって言われていますけど、うん、私は氷山、うん、そして海面上昇、そしてその水圧によって地殻が変動。水圧、そうです。水圧で地殻が変動するんですか？で、これが起きるのは、うん、まずね、宇宙です。もう宇宙がガラッと変わってるんですよ。まだ人類が経験がしたことがないようなね、うん、そういう星回りっていうものが今この、うん、宇宙で生まれてるんです。だから、どんなに、うん、物理学者が有能であっても、うん、どんなに研究や、が進んだと科学が進歩したとしてもわからない、うんうん、トランプ占いでしかわかんない。いやいや、トランプ占いでわかることがない。それは何かっつったら、うん、隕石です。これはやっぱり出ました。あ、そうなんですね、はい、出ました。カードこれです。要は、はい、皆さんが言ってるような大きな隕石ではない、細かいような、うん、細かい隕石なんですよ。うん、それがパパパパって落ちてきますね。パパパパって。で、このほら、よくあの池にさ、子供が、ちっちゃい子供がね、うん、砂利をバッと握って、バーって振り、池にこう投げたときに、あの、水面にパチ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 ってね、広がるでしょ、うん、はいはい、あんな感じですね。え、じゃあ、燃えつけないで、地方には、いくらちっちゃいとはいえ、衝突するんですか、うん、あ、まあ、燃え尽きます。あそこはね、うん、安心していただければいいです。燃え尽きます。あ、うん。で、そこは大丈夫。え、じゃない、その何、日本滅亡とかそういうことはないってことですか？そこはないです。あ、それは大丈夫。そうなんだ。はい。ただ、うん、もう、あの、皆さんが懸念しているのは大きな隕石ではないけれども、うん、だけど、急激にこれから隕石の時代に入ってきます。もう、しょっちゅう流れ星ですよ。隕石の時代、うん、そうなんです。しょっちゅう流れ星。へぇー。うん、あ、でもそれ本当にありそうだな。うん。へぇー。そう。もうこれは貧星って言ってね。もうね、空を見上げると、また流れ星だ。貧星？頻発する流れ星。流星ね。流星。うん。うん。まあ、貧流と言いますね。いや、変わった。そう。貧流星。そうなんだ。うん。頻発流星。もうそれ普通ですね。
全部言っちゃってますね。そうなんだ。はい。またそういうのは今年は来年にかけて、今年から来年にかけて見れると思います。夜空を見上げると。もうそうなんだ。うん、もうそれでも全部トランプラインの結果なんでしょう。まあそうですけど、何が言いたいんですか、それ。いやいやいや、信憑性なさすぎでしょ。あ、だってトランプか。トランプだからでしょ、うん、だから言いたくなかったんですよ。タロットで言えばよかったですか。タロットでもないけどね。タロットとか言えばよかったですか。タロットでも信憑性ないですよ。タロットなんてあんな絵じゃわかんないんですよ。まあまあ。やっぱり数字です。数字。これ数字すごい重要。あんななんか、女性の体に蛇が巻きついた絵みたいな、見たとばっかりはしない。わかる。そこの数字っていうところだけ切り取ると、なんかすごい、学者みたいでかっこいいですけど、トランプ占いの数字ですもんね。いや、本当ですよ。トランプ占いの数字ですよ。やっぱ数字。いや、数字にはそれぞれ4種類の絵が描いてある。あ、色がついてるでしょ、うん、うん。模様がついてるでしょ、うん、まあ、それぞれ違い、意味合いが違うんですよ。そうです、そうです。だからトランプやっぱり、本当はね、最強なんですって、宇宙師匠から教わりました。はい。すごいな、今日の回。トランプほどね、成功な、占い結果は出るものないですね。そうなんだ。はい。まあ、怖いのは、はい、まあ、全くもちろん信じてないんですけど、うん、ただ、うんうん、まあ、一瞬で過去回聞いてると、はい。もう1年以上前に太陽フレアのこと先生言ってるんですね。もう前日全部トランプ占いでした。あ、そうだったの。あれ、熊も。全部トランプ占い。熊がなんか、人里に降りてくるってことも予想してましたもんね。全然流産になる前から。ああ、そうですよ。ね。うん、そうです、そうです。それもトランプ占いだったの。そうです、そうです。うわぁ。うん。すごいな。もうほとんど、そうなんです。トランプでやってます。わかりました。はい。じゃあまあ、また、じゃあ占ってください。まあそうですね。はい、ただ本当トランプでっていうのは言いたくなかったです。もうバカにされちゃうから。そうですね、うん。確かに。まあ、結構有名のトランプ占い師、うん、結構当たる占い師、うん、実はみんなね、トランプなんですよ、あれ。だからそうなんだ。そうです、そうです。だからタロットって言ったらタロットかっこいいけど、実際は、ね、タロットやってるようで、うん、実はね、テーブルの下とかでトランプやる。あ、そう。トランプやってる。なんかでも、運命48種類しかないんだもんね、でもそれだと思う。まあそうですよ。48種類というか、組み合わせによってね、何億、何兆何億通りってあるんですよ。うん、そうなんだ。うん。わかりました。この宇宙の、その壮大さと匹敵する、うん、占いはトランプぐらいの規模じゃないとできないです。タロットの規模だとできないです。あ、それでもう大丈夫です。もうこのくらい。わかりました。いや、今日もありがとうございました。いや、とんでもないです。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。